舞台となっている高校のモデル、常磐大学高等学校、桃栗は、黒瀬による日本のラブコメ漫画。コミコにて2014年1月10日から2016年12月29日まで連載されていた。コミコ公式作品で2015年冬にアニメ化され、コミコ内で配信された。桃月真成と栗原ゆきの間の恋愛関係を描く。副題は桃月くんと栗原さんの一途で残念なゆるいラブコメ。大好きな人のことは全部知りたい。アニメでのキャッチコピーは、私の好き、恋、変ですか?である。物語は桃月真成が自分の靴箱に入っていた手紙を見つけ、栗原ゆきからの告白を受けるところから始まり、この二人の愛が少しずつ成長していく姿が描かれている。2014年1月10日より連載が始まり、同年9月19日には、コミコとは別に単独アプリとして配信される。2015年9月12日には単行本第1巻が発売された。台湾、韓国、タイ、中国など海外での展開も見せた。2016年11月3日に同年12月末の更新で完結する旨が告知され、同年12月29日の配信をもって完結した。校庭を眺めているとき、ドッジボールをしている桃月を発見し、顔が可愛かったことで桃月に一目惚れしてしまった。栗原は、桃月の写真を撮るべく、ストーカー行為をし、100枚になったら私告白してくる、という願掛けをした。そしてついに告白に至り、桃月は、自分のことを見てくれている人がいることを嬉しく思い、返事で告白を承認し二人の交際が始まる。桃月や桃月屋の親類栗原家アニメのキービジュアルに描かれている、水戸駅、北口広場の時計塔2015年12月24日より、コミコアプリにて、第 1.2 話を先行配信。その後、2016年2月4日に全話が、桃栗チャンネル内で配信された。桃栗チャンネルの公式オープンを記念して、桃栗チャンネルオープン決定記念特番。アニメ、桃栗を 120% 楽しむ方法が2016年2月5日にニコニコ生放送、ユーストリームにて配信され、角間愛、岡本信彦、大空直美、前田玲奈、山谷幸生、長塚拓馬らが出演した。2016年7月からは、東京 MX、BS11 にてテレビ放送された。1回につき2話分放送される。テレビ放送を記念して、桃栗 TV 放送直前特番この特番、変ですか?が2016年7月1日にニコニコ生放送にて配信され、角間愛、大空直美、前田玲奈、中谷飛鳥、竹下玲奈らが出演した。ブルーレイボックスと DVD ボックスが、それぞれ2016年8月26日に発売された。なお、レンタル用 DVD も同日から順次リリースされる。桃栗ラジオゆきとのりかの放課後トークのタイトルで、コミコアプリ内で2015年12月24日から先行配信された。第1、2回はコミコアプリ内で先行配信され、第3回以降は桃栗チャンネルにて公開された。第3回以降は毎週木曜日に2回ずつ配信され、2016年4月21日に最終回となった。栗原ゆき役の角間愛と水山のりか役の大空直美がパーソナリティを務める。また、ウェブラジオは完全無料となっている。テレビアニメの放送開始に伴い、桃栗ラジオ私たちのラジオ、変ですか?が2016年7月1日から9月30日までHiBiKi Radio Stationにて配信された。毎週金曜日更新。パーソナリティは、角間愛と大空直美。ありがとうございます。